はい、こんにちは事業専門の税理士川美奈美です TikTok、Twitter、Instagram やってますのでぜひチェックの方お願いします 今日は自営業個人事業主必見。今の時代の最新のお金の資金調達方法について動画で解説していきます。それでは行ってみましょう。はい、それでは自営業個人事業主必見。お金の新しい資金調達方法について解説していきます。本日の目次はこのような流れでいきます。まず最初に今までの資金調達方法について解説します。二つ目、クラウドファンディング。三つ目がファクタリングについて紹介して、最後、まとめという流れになります。このクラウドファンディングとファクタリングっていうのは、以前からある方法、 方法なんですけども、オンラインと組み合わさることで新しい資金調達方法ができるようになりましたので紹介していきたいと思います。そして今回スポンサーであるオルタさんにいろいろお話を伺ってファクタリングというものがどういうものか、今回いろいろお話を聞いてきたのでファクタリングについて3つ目紹介したいと思います。それでは今までのね資金調達方法について紹介していきたいと思います。はい、今までの資金調達方法は1つ目はね銀行や日本政策金融公庫から借りる。これは皆さんご存知だと思います。2つ目が会社を作って株式を発行する。 そして、投資家から調達する方法があるかと思います。そして3つ目、自己資金ですね。自分の資金をつこつこと貯めていって、スタートアップ、企業の時に使う。または家族、親戚、知人から借りるっていう方法も資金調達の方法だと思います。おそらくね、この上記の3つの方法は皆さんも知っていますし、がね、今までの資金調達方法だと思います。今はこれにプラスして、新しい資金調達方法が出てきましたので、今回動画で紹介したいと思います。こう、知っていて使うのと、知らなくてね、後で公開するっていうのは違いますので、動画ぜひ最後までご覧になってください。 クラウドファンンディングについて紹介しますこれは以前からある仕組みといえばそうなんですけども、例えば結婚式とかですね、神社の鳥、お寺の修繕や改装をするときにクラウドファンディングっていうのと似た仕組みをとっていました。要は不特定多数の人々から少額ずつ資金を調達するというものです。これがオンラインでできることになったことによって、このクラウドファンディングっていうふうに呼ばれるようになりました。ここに起案者さんがいまして、やりたいサービス、実現したいこと、ものやアイデアがあります。その思いや行動、挑戦する姿を見 で支援者が共感していいねと思ったら支援をしますそしてその支援は起案者に直接ではなくてオンライン上にあるクラウドファンディング事業者に支援をしますそしてここで集まったお金を手数料を引いてクラウドファンディング事業者が起案者に入金をします起案者はクラウドファンディングから入金があったお金を使ってしたかったものやサービスを実現して支援者の方にリターンするというのがクラウドファンディングの簡単な基礎的な仕組みになっています要はねこの方の思いや行動を、まあ、実現したいことについて共感やいいねをもらっ これと成り立つという仕組みになってますはい、それでは次なんですけども私実はクラウドファンディングというものに前から興味があって2回実際に挑戦したことがありますそれを紹介しますどんな内容だったと言いますと キングコングの、ね、西野明宏さんの革命のファンファーレというビジネス本の講演会を開催したいということでしたのがこれが1回目のクラウドファンディングです。ね、支援額集まったのね、129万円以上集まって、えー、257人の支援者が集まりました。そしてもう一つはイベントをクラファンディやってみたらどうなるんだろうっていう興味があって実際にやってみたのがこちらです。いきなり高級ステーキ、まあ、英語ランクのお肉をみんなで出し合って買ってみんなで食べようというふうな企画をしました。こちらの方もですね、目標額を達成して48万1000円集まって支援者数が36人となっております。その後ねクラウド クラウドファンディングのコツを使うんだので、実際に金案のサポートを15件以上しているという実績もあります。クラウドファンディングは確実にコツ、やり方がありますので、こちらまたね、クラウドファンディングということで動画で紹介できたらいいなというふうに思っております。で、次の方に進んでいきたいと思います。クラウドファンディングのメリット、デメリットを紹介していきます。一つ目のメリット、ファンがつくです。これは自分のアイディアやもの、サービスに共感、いいねをしてくださる方が支援してくれるので、その方自身、まあ、そのアイディアにファンがつくということです。そして二つ目、広告として使える です要はこのクラウドファンディングっていうものをやりますよってみんなにお知らせしないといけないんですね。でないとね、あの、新援の方もこういうクラウドファンディングがあるって知るきっかけもないので、いろいろなところに声をかけたり、まあ、SNS を使って拡散していくんですね。そうすると、広告として使えます。その方がどんなビジネスをされてる方なのかとか、こういうことを今度したいからこういう商品を作るんだねっていうことで、広告として使えるのがメリットです。そして3つ目、融資が降りるケースがあります。要は、クラウドファンディングでお金を集めることができたなら、これならということで、金融機関の方が動いてくださって、融資が降りるっていう ケースがが実際にありますすそして信用が可視化でできるです先ほどね、私のクラウドファンディング紹介したように、具体的にいくら集まった、何人の支援者がいるということで、信用が可視化できます。これがメリットですね。こちらがクラウドファンディングのメリットになっております。じゃあ、デメリットを紹介していきたいと思います。一つ目、手数料がかかる。これはクラウドファンディング会社によって手数料は違うんですけども、大体20%から30%ぐらいです。二つ目、時間と手間がかかります。クラウドファンディングを起案するっていう投下時間もかかりますし、どういうふうな リターンにしようという練る時間もあります。または拡散しないといけないので、声をかけたりするので、時間と手間はとても非常にかかるって言うのが、クラウドファンディングのデメリットだと思います。そして、もう一つ誰でもできるものではないということです。ネタが必要になってきます。要はね、やりたいことがないとできないものなので、まあ、実現したいサービスや物がないとできないということで、誰でもできるものではないと思います。クラウドファンディングなど、もう一つの注意点としては、やればお金が自動的に入ってくるとか、お金のなる木じゃないってことは確かです。私も2回やってみてね。メリットとデメリット両方感じま。 したけど、結果としてはメリットの方が私の場合は大きかったなっていう風に思います。クラウドファンディングはね。誰でもちょっとできるものではないので、もう少し具体的に誰でも使えて、もう少し現実的なものってないの？っていうところで、今回のファクタリングを次紹介したいと思います。はい、ファクタリングについてです。ファクタリングも以前からある仕組みでして、これはねオンライン化したということで、使いやすくなったサービスです。どういうものかと言いますと、売り掛金まあ、入金待ちの請求書があると思うんですけど、その請求書を売却して資金を調達できるというのがファクタリングの大きな特徴です。ちょっと先に、ね。 どういう時に使えばいいかイメージするために図で紹介します。こんな時に活用ができます。売上が入りました。次ね、仕入れの支払いが来ます。家賃の支払いが来ます。人件費の支払いが来ます。借入れ返済の支払いが来ます。そうした時に、もう少し待ったら大きな売上が入るのに支払い分が足らない。もしくは支払い不能になった。ビジネスをしていたらまたこの間に突発的な支払いが発生することってありますよね。そういった時にファクタリングを利用するといいと思います。イメージができたところでもう一回戻ってファクタリングについて図で解説します。こちらですね。 ここが皆さんのポジションです。自営業、個人事業主で入金待ちの請求書があります。でも突発的な支払いがあるときに、この請求書を売却して資金を調達できます。自営業者がファクタリング会社に申し込みをします。そして審査があって、審査が通ると、こちらからファクタリング会社から振り込みがあります。そしてその後取引先から入金がありますよね。この入金されて ものをこちらのファクタリング会社にに弁すするといいう仕組みになっていますそれではファクタリングのメリット、デメリットについても紹介していきたいと思います。メリットはですね、初めてスタートアップの時とか、銀行に行くまでもないなって時や、少学探価の資金調達に向いているということです。また、コロナ融資の次の手段としても有効です。皆さんね、コロナの無利子コロナ融資受けた方いらっしゃると思うんですけど、その次のね、融資がね、降りないとか、申し込んだんだけどダメだったっていう時に、ファクタリングを使うっていうのもいいと思います。また、負債をこれ以上増やと、 ししたくないないいいいっててう時にもメリットとと大きいと思いますそして3つ目電子決済の入金待ちも利用可とです。これは例えば PayPal などが該当します。そして4つ目負債として計上されない。こちら決算書にね借り入れなどのように負債として計上されないのでそのあたりもメリットになるかと思います。先ほど言ったようにこれ以上ね借り入れの負債計上をね増やしたくないという方にもおすすめです。はい次がデメリットです。これは手数料がかかるということですね。これもねファクタリングの会社によって手数料は違います。2%から10%に 20%ぐらいの手数料がかかりますそしてもう一つのデメリットは基本的に法人の請求書のみになります要は売却できる入金待ちの請求書は法人の請求書のみしかできないっていうことですねこれがデメリットになるかなと思いますでも先ほど言ったように PayPal はケ、OK、ーですしベースやあと楽天市場 Amazon などの EC サイトの請求書もオッケーですはい次にねここで今回ねお話をいただいた会社の紹介をしたいと思いますオルタさんですねオルタ株式会社こう資本金書いてあります取引金融機関は この銀行さんと取引があり、住所ですね。代表の方が野村証券で働いていた方と、あともう一人、ソニーで働いていた。まあ、要は大企業にね、働いていた方が、二人が出会って立ち上げたサービスになっています。どうして今回私がこのサービスいいなと思って皆さんに紹介しているかと言いますと、この困っている時に使えるっていうのがいいなと思いました。このコロナとビジネスに共存していかない時代に、やはりどうしても困った時があるので、その時にやっぱ知っている、あこんな方法があったっていうで、助かる人がいるんじゃないかっていうのが一つ目。二つ目が、 このオルタさんの特徴なんですけど、早い、簡単、リーズナブル。手数料がリーズナブルなんですね。あと、AI 審査っていうのもいいなということで、今回紹介させていただきました。そして、オルタさんがね、選ばれる3つのポイント。請求書を必要な時にすぐ現金ができる。そして、早い、簡単、リーズナブルです。早いっていうのはどういうことかと言いますと、お見積もり結果、まあ、見積もり結果が24時間、1営業日以内に来ます。必要それが揃ってから、24時間、1営業日以内にお見積もり結果が回答が来るってことです。そして、契約後、即日ないし、よく営業日に振り込みが そして簡単。要はオンラインで完結。これいいですよね。面談不要です。提出の書類もオンラインでアップロードできるので、要は対面による審査がないので、全国どこからでも申し込みが可能です。そしてリーズナブルです。オルタさんは AI 審査を使っているんです。そのため、手数料が2%から9%、諸経費など込みの手数料になっております。AI 審査でオンライン完結。圧倒的に安い手数料を実現しています。申し込みは3ステップです。1つ目が登録。アカウントを作ります。2つ目が申し込み。必要書類をオンラインで提出。 三つ目、見積もり。これは、見積もりが通ると、メールで返信があります。この時にキャンセルすることもできます。そして、その後に振り込みが来ます。簡単にね、3ステップで申し込みができます。はい、次に、オルタさんのパートナーを紹介します。皆さんのね、知ってる、また見たことある金融機関が上がってると思います。まあ、安心できるポイントじゃないかなと思います。はい、まとめです。やはりね、ビジネスをしていると、資金繰りの大変さってありますよね。常にね、入金と支出、経費の支出を見ておくっていうことが経営者の仕事でもあり大変さです。特に、ね 仕入入れれがががあある、まあ、家賃がある、る、る家賃スタッフがいいいいいいい借りりををししているってととう人は資金繰りを常に意識しておかないといけなけ思いますそして、今の時代、ビジネスはコロナとの共存の課題があります。まあ、時短要請が出たり、緊急事態宣言が出たりと先が全く読めません。その時ね、困った時、いざっていう時に情報を知っているのと知らないのでは結果大きな差が出てきてしまいます。やはり選択肢を持ってる、もしくは情報を知っている経営者が生き延びる時代だと思います。今回お話をいただいたオルタさんには私もいろんな話が聞けて大変勉強になりました。 本当にありがとうございました。はい。それでは動画最後まで見てくださった皆さん、ありがとうございます。私は税理士をオンライン上に味方につけるということで、オンラインサロンを運営しています。オンラインサロン気になる方、詳細は概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひよろしくお願いします。また、オルタさんのね、URL も貼っておきますので、気になる方、もしくはね、ファクタリング使ってみたいなという方は、クリックしてみてください。そして、チャンネル登録もお待ちしております。いいねやコメント、感想いただけると、励みに本当になりますので、ぜひよろしくお願いします。また、高評価ボタン、ンいいねボタンもお待ちしております。それで では、本日の動画も以上となります。税理士川南でした。それではまた。